本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。そしてインターネットライブをご視聴の皆様、お待たせいたしました。これよりニュージャパンカップ2018記者会見を始めさせていただきます。今年も3月9日後楽園ホール大会よりニュージャパンカップ2018を開催いたします。全16選手によるトーナメント戦です。ただし IWGP ヘビー級王者岡田和親選手、 IWGP インターコンチネンタル王者鈴木実選手、次期挑戦者真壁刀義選手、ネバー無差別級王者後藤博樹選手は出場いたしません。ご了承ください。試合はすべて時間無制限一本勝負になっております。そして優勝者には4月1日両国国技館大会にて IWGP ヘビー級王座か IWGP インターコンチネンタル王座、ネバー無差別級王座への挑戦選択権が与えられます。そしてこのニュージャパンカップ2018において棚橋博史選手の復帰が決まりました。それではニュージャパンカップ2018の1回戦のカードをご説明いたします。3月9日後楽園ホール大会、マイケル・エルガン対石井智弘、ジュース・ロビンソン対高橋裕次郎、3月10日愛知大会、棚橋博史対太一、バッドラック・ファレ対ランス・アーチャー、3月11日尼崎大会、吉橋対井伏康太、内藤哲也対ザック・セイバー・ジュニア、3月12日高松大会、矢野徹対デイビー・ボーイ・スミス・ジュニア、チャッキー・ティー対真田、以上が1回戦となっております。なお2回戦は3月14日富士大会2試合、3月15日後楽園ホール大会2試合、そして準決勝は3月16日後楽園ホール大会、3月18日浜松大会となっております。そしてニュージャパンカップ2018決勝戦は3月21日長岡大会となっております。先ほどもご説明しましたが、ニュージャパンカップ2018優勝者には4月1日両国国技館大会にて IWGP ヘビー級王座、 IWGP インターコンチネンタル王座、ネバー無差別級王座への挑戦選択権が与えられます。なお今回のニュージャパンカップ2018全大会は新日本プロレスワールドにてライブ中継することが決定いたしました。ぜひよろしくお願いいたします。それでは発表がございました。ニュージャパンカップ2018から復帰が決定いたしました棚橋博史選手にご登壇いただきましょう。お願いします。よし。お願いします。はい、それではですね、今回ニュージャパンカップ2018において、復帰が決定いたしましたが、棚橋選手から、コメントの方をお願いいたします。はい。27日の、インターコンチの試合で敗れて、膝が、限界を迎えて悪くなって、欠場してましたが、3月のニュージャパンカップから復帰します。この復帰は見切り発車ではなくて、自分でいけるっていうね、しっかりした手応えを感じての復帰になります。変形膝関節症っていう症状だったんですけども、ググったらもう本当ね、あまりいいことが出てこなくて、まあでもそのリハビリのやり方だったりとか、しっかり学んで、少し体重も減らして膝の負担も軽くなって、
かなり攻めました。攻めのリハビリ、攻撃的リハビリ、例えばこう関節面が当たるじゃないですか、痛い、曲げると痛い、痛いけど膝にいけるな、とくっとこう、そういうね負荷のかけ方をしてきて、かなり、全方向からの体重移動に耐えれる下半身のトレーニングをしてきました。僕入門以来ヒンズスクワットが嫌いで下半身のトレーニングは避けがちだったんですけども、2月に入って1日から今日まで毎日下半身のトレーニングをしました、意外な発見もあったし、足の筋力も伸びて、まだショートタイツになるまではいかないですけども、かなり足が太く戻ってきたんで、手応えを感じてます。はい。でね、タイミングを同じくして武藤さんが変形膝関節症で、人工関節、棚橋もどうだって言われてましたけど、はい、同じ症状は症状なんですけど、僕はまだ武藤さんほど悪くないし、まだまだいけるというところを、見せますし、全然関係ないんですけど、誕生日が11月13日なんですよ。いい膝の日なんですよ、ね、いい膝の日に生まれたんで、まあそんだけですまあ出るからには、出るからにはじゃないな、自分にね、いけるっていう確信を持って出場を決めたので、優勝して、優勝した後に鈴木みのりにリベンジするか、岡田の V11 を止めに行くか、そこで決めます。以上です。ありがとうございます。それではここから質疑応答に移らせていただきます。田中宏選手に関する質問の方、よろしくお願いいたします。どうぞ。はい、かなり復調されたという感じなんですけど、はい、まあ、もしパーセンテージで話していただくと、大体何パーセントぐらいで仕上がりですか？体重も少し絞って、まあ、まだ開幕までに時間があるんで、これから確認する動きはあるんですけども、手応え 100%、はい、トレーニングに向けて気持ちをね、持っていくときに、いつも前までは、ああ前この動きできたのにとか、昔はこの重量上がったのにとか、過去との比較で、やってたんですけど、そうじゃなくて見方を変えて、今自分にできることを伸ばしていこうとということだったんで、なんか昔の棚橋に戻っていくイメージじゃなくて、新しい棚橋を作っていくっていうトレーニングができました。バッチリです。はい、まあ、1回戦のカードを早く発表されましたが、3月10日愛知で太一選手との、はい、1回戦なんですけども、うん、まあ、この相手に関して、まあ、太一選手ヘビー級転向ということになると思うんですけども、うん、この相手に関してはヘビー級転向一発目ですか？まあ、大田区で内藤選手との試合が組まれているので、はい、なるほどなるほど、うん、俺内藤ほど優しくないんで、はい、結構バッサリいくかもしれないです。と、はい、ことは自信が、うん、付き合うつもりはないですね。他にご質問ある方どうぞ。ですね、結構膝だけじゃなくて腕ですね、はい、もう結構満身創痍な状態で、
まあ、東京ドーム大会なんか戦われてた、うん、で、まあ、結構ファンの方も心配されてると思うんですけれども、はい、その膝以外のコンディションに関してはいかがですか。いい質問ありがとうございます。ファンの方もね、今回の膝だけじゃなくて完全に治して戻ってきてくださいっていうね、本当に温かいコメントとかね、ことが多かったんですけど、こっち切れちゃってるんですよ。で、手術しないとつながらないんで、100% に戻ることはないんですけど、できることはやってきましたし、まあ、こっちも切れちゃってるんで、ちょうどバランスがいいかなと。すいません、自虐なんで笑ってやってください。あとね、気力が充実します。はい、もうこんなね、すごい1ヶ月俺過ごしてきたかなっていうぐらい、入門してから、はい、すっげえもう充実して、本当に他の選手がねシリーズで頑張ってるんだっていうのをね、本当に思ったら休んでるのが悔しくて、うん、じゃあ自分に今できることは何だろうと思って、キャリア19年目にしてすごい1ヶ月を過ごしたんで、ニュージーランドカップ優勝したらこの2018年の2月を奇跡の2月と呼びます。はい、膝に負担の少ないような新技の開発などはされてるってありますか。うん、もちろんね、それも考えました。うん、はい、ハイフライによる自分への、ね、ダメージもありますけども、はい、それは試合の中で、はい、見せていけたらいいなと思います。あと、これも棚橋選手は持ってるなと思うんですけど、まあ、その岡田選手の V11 を止めるというのも鈴木美濃選手 の、はい、そのリベンジとともに、これ優勝すると、まあ、どちらか選べるという、またこれファンの方たちも、はい、もう皆さんこう想像力をかきたてられるような、はい、シチュエーションでの復帰になりましたけれども、はい、この辺はいかがですか。そうですね、出るからには優勝候補ですから、はい、期待に応えられるっていう自信がねあるので戻ってくるわけなんで、皆さんは大いに期待してください。ありがとうございます。それでは他にご質問の皆さん、どうぞ。すみません、体重減らされたってことだったんですけど、はい、何キロぐらいですか。100ちょうどぐらいです。はい、朝ごはん抜いたら100キロ切ります。ということは 3、4キロぐらいの。そうですね、はい、減らしてリハビリに入れられてた。なんか体重が1キロ減ると膝への負担が5キロ減るって書いてあったんで、かなり楽な状態で、すぐトレーナーとかなりマンツーマンでリハビリしたんですけど、もう歩き方が普通になってきたなっていう、本当にそういう改善したポイント見られますし、はい、非常にいい状態です。パンフレットのね、体重表記も直しておかないといけないなと思って、はい、札幌大会で鈴木選手に、はい、敗れた後、鈴木選手がマイクでかなり辛辣なことを言ってたんですけども、はい、あのマイクは聞こえていましたか。後で文字で読みました。はい、はい、ああいったことを言われて、まあ、かなり悔しい思いをしての復帰になると思うんですけれども、うん、そのあたりっていうのは見方を覆したい部分はありますか。ああ、うん、まあ、鈴木選手の関節技で、耐えたから悪化したっていうわけではないですし、ないと思いますし、ベルトはね、奪われてしまったんですけど、気持ちは折れなかったんで、はい、今ここに戻ってこれたんで、はい、そういうね、悔しい気持ちは溜め込んでますんで、いつでも解放できます。他にご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。どうぞ。ニュージャパンカップは、はい、
優勝者は各ベルトに挑戦することができるわけですけども、今本体以外のユニットではケイオス、ロスインゴベルナブレス、鈴木軍、バレットクラブ、各ユニットベルトを持っており、今本体だけは持ってない状態なんですが、はい、本体を代表する選手として何かその現状に関して思うところはありますでしょうか。強力なユニットが増えて、その分だけ新日本プロレスは面白くなってるってことなんで、それはね、新日本プロレスとしては喜ばしい状況ですけども、まあ、本体ってね、なんかユニット以外の残りの選手みたいなねイメージが良くないんで、なんかその辺も変えていきたいなと思ってます、はい、他にご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございました。それではここから写真撮影の方に移らせていただきます。その前にですね、インターネット中継をご視聴の皆様はここまでとなります。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。